さあもう僕負けたんですけど、はい、まあ引き続き挑戦はしていきます。ちょっとね、まあ、見たいじゃんどこまでいけるか。そうだよね、これで終わりなのも寂しいから、うん、とりあえず一旦俺負けで、うん、どこまで記録を伸ばせるか、伸ばせるか。とりあえず80、一旦80でいきます、うん、はい。いやー20センチ距離を伸ばしてる。80センチ。俺はいける。お願いします。いけよ。じゃあ今完璧だったね。完璧だね、うん、まだいけたね。 1m いけるんじゃない。じゃあワンチャンあるかもしれないね。行ってみたら、もう行ってみるか。 1m。 じゃあ次 1m いきます。さすがバージャンプは得意だね。バージャンプ系得意だね。バージャンプ系は得意だね。よし、次 1m いこう。 1m いきます。え、だってここ1m、 こっからぶち当たってそこでしょ。いや、やばいわ。意味わかんないでしょ。意味わからんわこの距離。え、横から見たらやばい、不安でしかない。さあここからは限界の挑戦になります。記録をね、伸ばしてる。そうですね、から距離を1メートル伸ばす。完璧な取り方を覚えてる。完璧だったもんね。行きましょうか。行きます。どうぞ。死んでたね、うん、さっきより浮いてなかった。全然浮いてない、うん、いけると思うような。ちょっと今良くなかった言い方が。意外と息荒れるでしょ。めっちゃ息荒れる、失敗すると。さあ2回目ですね。じゃあさっき自分の暗示入れてなかった。俺は行く。大台1m。お願いします。行ったね。でも1メートル行ったわ。いけるんだ1メートル。マジでいけるかわからんかった。本当に掴んでしまう。うん。いやいやいや、どうする。まあ一応やるけど、うん、こっからもう刻むしかないね。10だね。1メーター10。だいぶバテるでしょ。やばいバテるね。えこっから上から下に掴むよりかは、もう突進して勢いつけた方がいいかもしれない。あー、なるほど。もはやここで勢いつけると届かない。そうだね、どんだけ体を後ろにやってもね。そう勢いないともう届かないレベルだよね。1m10。 いきましょう。いきます。これ上げ、本気、本気の、本気のジャンプをいけるか。うおじゃん。もう勢いつけたら伸びる。うんうんうん、全然いけるもんね。1m10。えっ、これ2メートルいいんじゃないのこれ。2m は無理か、さすがに。2m は無理だな。まあ刻みましょうか。1m30にします。はい、1m30 への挑戦です。さっきの勢いを必ずつけたんだな。うん、さあ頑張って。全然届いてる。届いてるけど手が耐えれん。耐えれないか、ここまで来ると、うん、このパイプがね太いからね、普通のやつよりは。こっちも両方太いからやっぱ回るね。純作で掴めるか。
きついだろそれ。この距離感。勢い強めて。いけ。いきます。おい。1m10cm 1m10cm やーべえなー。まあまあ初戦にいやすごいでしょ。掴み損ねたね。なんか勢いが強いから逆手が外れるみたいな、しかも飛び方も良くなかった。飛んだ時にずれちゃって、それが良くなかったね。太いからねこいつパイプが。マジで、まあ、普通のより優勝。いや優勝、圧倒的優勝。ありがとうございます。これは勝てねえわ。さすがに勝てねえわ、そこまでいかれたら。エンディングエンディングいきましょう。お疲れ。はい、お疲れ様でした。乾杯ですわ。今回は乾杯です、ね、今回はなんとか圧勝だったね。やばい。マジで 1m10 だって倍だもんね。倍飛んでるもんね。倍。うわこれきついわ。でも普通に50とかでもきついよね。きつい、普通にきつい。つらかった。なんか今回たまたまバグってたけど、俺が普通に50きつい。でも飛び出しはめちゃくちゃ上手くなったと思う。これで間違いない。この勝負やって、ね、飛び方と飛び出し方上手、うん、くなってる。めっちゃ上手くなってると思うわ。結構いい経験になりましたね。はい、まあみんなも、まあ、やれる場所があったらぜひやってみてください。じゃあバイ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 。今負けた。